スタジ銃の教えスタジ銃これはチラシ銃とはちょっと違うんですね <laughs> ツタや銃三郎これね車浮世という男性か女性かわからないから後ろ見たら時代小説家で女性なんですよ着物姿最近は年齢書かないねこれ何かっていうと飛鳥新社から出てなんとんでもない話なんです千六百円タイムスリップするんですよ現代から それでそのつ,たつまり蔦屋十三郎ということはまあ錦絵が流行の兆しよりも少し浸透してきたぐらいの時の反元ですよね。つまりそれは歌麿だったり、うんまあ、後に北斎だとか続いていくわけです。当然謎の東洲最者落もこれ出てくるところへ行ってでそこの居候を決め込んでしまう。 ではっきりもう「スタジオには言うんです実は」と未来から来ましたってなことを言ってねでその最後に面白いんですがこの本の作りは物語が終わるんですで終わるってことは当然タイムスリップしてしまったわけだから再びタイムスリップで戻るしかないわけでしょでだからといってあなた車に乗って戻ってくるっていうのは時代なもんじゃないもんだからハプニングでで終つまり最後が終わってで物語が全部終わるんです。 終わった後にツタジューの教えって言ってツタジューが何を語ったかつまり言葉のビタミンですよそれ集めてこの作りは面白いんですでこの人はその時代を勉強している方らしいんですね書いたこの人はで特に浮世絵と江戸料理に造形が深いって大阪芸術大学のデザイン学科卒業後こう成功エプソンなどで勤務しというふうにまあシナリオも学んだらしいんですけど まあこんななもんかな、うんか、まあ,あんまりスタジオから教われるっていうのは2箇所ぐらい、うん、これはいいねぐらいのとこですからだからそれに星4つは甘いかな甘くて星4つだとそういうふうに受け止めてください。